こんにちは、皆さん。私は今家にいます。私は元気で適切な安全対策を講じています。新しい音楽やエキサイティングなプロジェクトに取り組んでいるので、皆さんと共有するのが待ち遠しいです。私は日本がとても恋しいです。すべてが正常に戻ったら、また戻ってきたいいです。こうした混沌とした時代に前向きな姿勢を保つことが重要です。十分に暗い時だけ星を見ることができます。私の小さなアドバイスは、あなたがコントロールできないものを心配する代わりに、あなたが突き出せるものにあなたのエネルギーをシフトすることです。より多くの笑顔とより少ない心配。あなたの友情と支援に感謝します。気をつけてさよならです。私の友達、白熊。うん、バイバイ。うん、バイ。Thank you.